えー、おはようごござざいいまます。す。の、ま、で、あ、今私はね基本的に24時間どこでもトレードができるような時間と生活の余裕を持っているんですよねプラス資金もありますので、まあ、例えばねどっかでトレードで資金をどんどん失っても追加資金を入れることによって新しいチャンスにまたチャレンジできるんですよでも通常おなんかねビジネスを持たれていたり主に時間を拘束するべき生活がある方が 空き時間でトレードをしようと思ったら、これはですね、深夜に起きたりとか、徹夜をしたりとかね、で、日中、トレードに張り付いたりってことは、これ無,無理だと思いますので、やっぱり、朝ちょっと見て、昼見て、夕方に決済するみたいなペースで、その中で、プラス月に5万円とかね、場合によっては3万とかを目指していくって形でいいと思います。だからこそ、あのー、テクニカルに忠実になって、で、えー、4対6のトレードの、 あれを守ることによってその月にプラス3万5万10万を実現していただきたいと思うんですよねで私が見るのも相場とか言って結構余裕を持ってねトレードをしない時期が作れるのはあの深夜とか早朝でもあの自分のタイミングで起きてその時に大きな値動きにくっついていってドカンと資金投入できるからなんですよね、まあ、ですんで最初は基本に忠実に本当に自分のペースを作ることが大事ですそれれができるようになったら倉庫が離れて イレギュラーが起きるようなね例えば大物の材料が入ったっていうニュースが入った瞬間に飛び起きて画面に貼り付いて2時間3時間そこで新しいエントリーをするってことも可能になってきますまあいわゆる大きなチャンスに取り付く宝くじみたいなね状況ができるようになると思うんですよこれはでも生活の余裕を取り戻して月のトレードの利益金額が安定してからですからねで月に50万とか100万とか200万とか目指そうと思ったら まずはあ、私と同じようなトレードスタイル、昨日みたいなね、突発的なことをするよりも、朝昼晩のこのリズムを大切にして、そこでプラス3万とか5万が安定するようになったら、安定するようになったら次のフェーズを目指すみたいな感じで、徐々に今までの生活をお切り離していって、新しいトレード中心の生活にしていくってことに徐々に切り替えていくと。まあ、それがだから3年とか5年とか、私はかけてきましたよってことなんですよね。あの、FX を私始めた頃も、 ただ学習するだけと、あとはやっぱりアフィリエイトが思うでしたからね。で、徐々に FX の力がついてきたり、実績が上がってきたんで、アフィリエイトの方を手放していって、他の業務も手放していって、FX を中心に生活を組み立てるようになったのが6年目の夢だってことなんですよ。でそういうふうに FX 中心になっていくからこそあ、今日はトレードで大きな動きがありそうだなとか、 レンジがものすごいね横ばいで続いたからこれは大きなブレークが来るぞと思うような今回みたいな瞬間に意識を向けることができたんですよねプラス深夜の3時にああいった速報が流れてくる利益の情報が流れてくるからよしトレードだと思ってトレードに張り付いてバイの方に行くと思ったけどもセルの方に行ったんでそこにセルでエントリーということでね今回はチャンスをゲットしたってことですよね いや本当に大きな値動きを取れましたんで、大きな利幅を取ったわけですけども、徐々にまたね、えー、とテクニカルの方向に戻ってくると思いますので、今徐々に倍の方に動いてるでしょ、やっぱり <laughs>。やっぱり倍の方が動いてるでしょ。だから129円の中頃まで来ましたんで、私の読みだとこれが130円前後までに回復して、えー、そこからね、また131円方面に目指していくんじゃないかなと思ってます。その様子を見るために今日1日を使ってるってことなんで、1本も2本も3本も進んでるわけなんですよ、私の場合はね。でも通常のまだ、 月の安定収入がそうですね10万前後をいってない方ってのは今トレードのそのチャートを見てるところだと思いますんで深夜にそういうドラマがあったってことはあんまり意識せずにあ将来はこういった世界に入るんだっていうふうにちょっとぼんやり思うぐらいがちょうどいいかと思いますはい、じゃあ補足の動画の方を上げさせてもらいましたじゃあ失礼します